こんばんは。じゃん。疲れ、ありがとう。こんばんは。ちょっと遅くなりました。ごめんね。こんばんは。中村舞です。疲れも。花火もありがとう。やっほー、疲れ、ありがとう。お疲れ様でした。ありがとう。終わりました。アイドルズの舞台が千秋楽いました。ハートも花火もありがとう。ありがとう。疲れもありがとう。すごい。たーまやーってありがとう。ありがとうございます。聞きました。ありがとうございます。いや、本当に。もうついに終わってしまったって感じなんですけども、ソロ、あ、今日ソロでした。そうなんです。わあ、ありがとう。ありがとうはニコちゃんマーク、ニコちゃんマーク、ニコちゃん、ありがとう。ちょっと呼び出しばっかりでごめんなさい。ちょっとね、ここ数日ね、全然ね、そう、申し訳ない、できてない。ありがとう、ニコちゃんマーク、ありがとう。りょうちゃんもありがとう。すごい、ありがとう、ありがとう、覚えとく。ごめんね、ありがとう、ありがとう。いや、そう、感動した、嬉しい、めっちゃ緊張しましたよ。耐え切ってた、嬉しい。幸い分かった。え、嬉しいです。全然もう本当に何が何だか分からない感じで、はい、初挑戦。そう、あの曲、日替わり曲は、あの You are my only sinister っていう曲を歌わせていただいたんですけど、そうなんですよ。結構ね、本当に中山美穂さん名曲たくさんあって、いっぱいいろんなの、そう、いただいてて、これを選びました。あ、ありがとう、タワー、ありがとう、ヨシトさん、ありがとう。ちょっとあれですよ、呼び出し方式なんです、ごめんなさい。ありがとう、ヨシトさん、ありがとう、パン、星野、いや、え、あのね、そう、聞いてほしい、星の輝きとかさ、ちょっとね、星野ってね、別にかけてるわけじゃないんだけど、それで選んだわけじゃないんだけど、でも、あの、入ってたんですよね。え、そうなんですよ、実は。私の、その80年代の役柄で星野っていう役だったんですけど。そうなんですよ、実は、あの、ちょいちょいさ、星に関する、まあ、その、シャイニングスターって書いてある通り、まあ、スターって、星。そうなんですよ、ちょっとね。あ、花火ありがとう。でもね、すごいね、なんかフレーズっていうんですかね、すごい好きで、なんか曲の一個一個のフレーズがすごい好きで、もうなんだろうな、なんか最初とかもすごい好き、暖かい夜とか、なんかなんだろう、なんかフレーズなんかすごいいいんですよね、なんか好きで。そう、
あとはね、自分は結構バラードの方が、向いてるかなっていうのもちょっと思って。そう。で、この曲がすごいいいなと思って。難しい。確かに難しかったです。でもね、キャッチミーの方がね、私的には結構ね、ちょっと難しいなって思って。ありがとう。そう、ダンスもたくさん。そう、コール？いや、ありがとうございます。なんか、そう、ペンライトとかも、そう、名前呼んでくれたりとかも、すごい一緒に乗ってくれたりとかも。ありがとう。幸せな時間、ありがとう。嬉しい。ボイトレした？いや、私、ボイトレは、あんまり通えてなくって、すごい入れたいんですけど、広島であんま入れられなくって、基本もう空いてる時に人から ちょっと行くとか そうね、家の練習ばっかりですけど。そう、カラオケ、いや、そう、でもなんかすごい歌えてね、嬉しかったです。うん、これだった。え、嬉しい。なんかさ、何これ、なんかすごい、すごい、なんかすごいエフェクトが今かかった。ありがとう。これ何タワーなの？え、タワーなのこれ。ちょっと待って、表示されてらんのんやけど、私のところになんかエフェクトは出たんじゃけどさ、お祭り？ね、誰がくれたか分かりますか？ごめん、なんかね、たまにバグが起きてね。わっ、こばっちゃさん、ありがとう。ありがとうわ。教えてくれてありがとう。呼び出し方式で申し訳ない。ありがとう。また各検査来てよ。ありがとう、こまちゃさん。ありがとう、たくさん。演技パートの表現力素晴らしすぎた。でも、難しかったですよ。本当に難しかったですよ。何が正解とか分かんないから、あんまり。そうね。分かんないですけど。そう、あかん。よかった。ストーリーよかった。あ、そう、ちょっと星野じゃないや、そう、中村舞はアイドルズオタクっていう、そう、役なので、もう根っからの。でもね、めっちゃ楽しかったです。
ね、そう。アドリブ、あー、え、てかね、割とね、結構ね、ありましたね。自由に、なんかちょいちょい、全然台本にないコツをいっぱい喋るみたいな。ありましたね。ちょいちょいあった。だから多分、4公演あったんですけど、多分1公演目は、ほぼアドリブなくって。でも、多分そっからちょいちょい変わっとるはず。なんかしらが、セリフ飛ばなかったか？セリフは飛んでないよセリフは今日飛んでないよ でもね、そう、すごい楽しかったね。噛んでもない？え、噛んでない。あ、え、待って、噛んだ？え、噛んでない。私さ、家業が得意じゃなくってさ気づいたんですよ。このなんか台本とかいろいろ読んでた時に、家業が得意じゃないことを改めて身にしめて、あの、木とか、私木ってめっちゃ言いづらくって本当になんかさ、セリフで、あの、人を傷つけたくて傷つけるようなそんな人じゃないんですっていうセリフがあるんですけど、僕それが言えなくって、傷つけた、もう気が言え、そう、苦手な日本語単、日本語、気そう、気がね、家業がね、ちょっとね、ほんとそんなことなかった、聞き取りやすかった、うれしい、ありがとう。鉛健在、え、ちょっと待って待って、それは気づいてないわ、鉛あった、もうね、でも鉛まくりなんで、ありがとう。いや、本当にありがとうございました。自分はね、ちょっとね、今までは舞台はそんなしたことなくって、そもそもそこまで挑戦しようとかもあんまり思わなくって、本当にね、そうなんですよ。でもなんか今回のこの舞台は、なんか内容もなんですけど、なんかアイドルに関してのことで、すごいなんか自分の中では、うん、なんか、なんて言うんだろう、一からまた考えるきっかけになったなっていうのはすごい思いました。演技に目覚めたっていうか、うん、目覚めたっていう、私は今でもあまりなんか自分の演技はなんか、うん、どれが正解かわからんわーって感じなんであんまり目覚めたとかいう感覚はないんですけど、ありがとう。ありがとう。わあ、ありがとう、だ、さとまるさん、くまくまくまありがとう。わ、呼び出そう、呼び出し、いい顔してる、ありがとう、ありが、ありが、くまありがとう、はい、呼び出します。
舞台向いてるのも、いやそんな、じゃあアイドルズの時だけ参加します。アイドルズ続いてほしいね。そうだよね。またあったらね。ライブまたしてほしい。ね、そうだから今回はその歌パートがすごい同じぐらいあったので、演劇パートと、そう、楽しかったです。歌パート多い方が良き、多い方がいいっていうか、でもやっぱり歌って踊るのが私は好きなのでそうですね、本当、カメラでね、そう撮ってくださった、ありがとうございます。でもね、自分も全部の曲知ってたわけじゃないので、本当にこれをきっかけに知った曲があって、そうすごいね、なんかね、言っちゃ本当にもういい曲ばっかりやんね。80年代、カーレディオン、カーレディオン流れる、いやさ、なんかさ、あのあれをさやるときにさ、こう動画とかをたくさん見たんですよ。あのインクさんの曲やるときに動画とかたくさん見たんですけど、あの2人とも別の振りをしてることがあるんですね。なんかそう、あまりないなと思って、ユニット曲でね、2人ともサビとか全然違う振りしてるんですよ。でさ結構ね、特徴的なそう振りで楽しみじゃないの。しかもね、なんかなんて言うんですかね、こう独特のなんかなんて言うんかな、めっちゃむずいけど、こうパキパキ踊るってよりかは、なんか独特のね、こうなんて言うんですか、踊り方っていうか、こうなんて言うんですかね、難しい、なんて感じかな、わからん、難しい、言葉では説明できんねんけどね、しなやか、しなやか、なんか バキバキって感じじゃなくって、アンニュイ系、そんな感じ、でも ゆるいって言ったらなんか、どうなんだろう、なんて言ったらいいかな、見たらわかる。そう、あれ好き、ありがとう。そう、青いサンゴ礁、キャー、緊張しました。ソロも全部緊張した。
ほいさんがちょっとかわいい。嬉しい。松田聖子さんの曲、ナッピさんが結構やってたんですよ。で、日替わりも、あの赤いスイートピー、もうさ、松田聖子さんの楽曲は、ね、いいですね。あ、え、あと3分？うわ、ちょっと今日全然、緊張してるように見えませんでした。やっぱバキバキに緊張してましたよ、本当に。もうこの政治裏でこんなんでしたよ、やばい。ありがとう、初見さん。ちょっともう終わっちゃうんですけど、ありがとう、本当に。お疲れ様、お疲れ様。明日はそう、アットジャムです。おやすみなさい。おやすみ。なんかたくさんギフトもありがとうございます。アットジャムで会いましょう。メコパありがとう、みよ。ありがとう、おやすみ、おやすみ。ありがとうね、本当に皆さんの、もうたくさんの、本当に本当にありがとう。もうなんか頑張れました、ありがとうございました。本当に本当に、やばい、男女読んでない。ちょっと待って、ちょっと間に合うか。りょんきゅうさん、ピロミーさん、トールさん、あさかさん、さとまるさん、りょうちゃんさん、こばちゃさん、にこさん、よしとさん、東京のさんさん、ぼんちゃんさん、きなぺこさん、みやびさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみなさい。ありがとう、ありがとうございます。また明日配信します。ありがとう。また明日。